すべては一つの夢から始まりました。それは喜びに満ち溢れた美への探求、自然と調和した芸術を求める熱き思いから始まる物語です。フェラーリはトレントを原産地とするスパークリングワインです。イタリアアルプスの山々に抱かれたトレンティーノ地域で栽培されるシャルドネとピノノワールから亀内二次発酵によって生まれます。ブドウ畑は標高の高い山の斜面にあり、環境に対する最大の敬意と配慮を持って栽培が行われています。フェラーリの歴史は1902年にまで遡ります。ジュリオ・フェラーリは大きな夢を持っていました。ドロミテの麓にある彼のふるさとトレンティーノで優れたシャンパーニュに勝るとも劣らない素晴らしいスパークリングワインを作りたいと。生産量には限りがありましたが、各ボトルにはあたかもそれが美術品であるかのように自らの名を記したのです。1952年、ジュリオは後継者にブルーノ・ルネリを抜擢しました。そしてブルーノはまた自分の子供たちにワイン作りの情熱と心情を伝えていくことになります。まさにこの時からワイナリーの歴史はルネッディ家の歴史になったのです。フェラーリは乾杯に最もふさわしいワインと言えるでしょう。忘れがたい一瞬一瞬を彩る飲み物です。文化的な場で華やかなファッションや映画、またスポーツなどのイベントにおいて常に振る舞われるワインとなりました。今日フェラーリを率いるのはルネッディ家の3代目。彼は今もなおジュリオ・フェラーリの夢を持ち続け、このスパークリングワインをアート・オブ・リビング、生活の中の喜びを世界中に伝え広める伝道師にまで高めています。